もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。今回お話しするのは、最近話題になっている鈴木奈々さんについてです。鈴木奈々さんについて皆さんはどんなイメージをお持ちでしょうか？明るくて元気で、ちょっとおバカなキャラで知られていますよね。でも最近の鈴木奈々さんの動きに関して、ちょっと驚くようなニュースが飛び交っているんです。それは鈴木奈々さんが創価学会の進行を告白したこと、そしてそのことが鈴木奈々さんの離婚に関係しているのではないかという噂です。まずは鈴木奈々さんのキャリアについて少し振り返ってみましょう。鈴木奈々さんは10代の頃、雑誌ポップティーンでデビューしました。その後バラエティ番組に進出し、おバカキャラとして一気にブレイク。一時期は年間に360本以上の仕事をこなすほどの忙しさで、バラエティの女王と呼ばれるまでになりました。鈴木奈々さんの明るく前向きなキャラクターが多くの視聴者に愛されてきたのです。2013年には中学校時代の同級生と結婚し、そのことも大いに話題となりました。しかし2021年にはその結婚生活に終止符が打たれ、離婚に至ったことが報じられています。鈴木奈々さんのイメージといえば、やはりおバカキャラで元気いっぱいという印象が強いですが、最近の彼女の活動には少し異なる側面も見えてきています。最近では自身がアンバサダーを務めることになった下着ブランドルーナの下着姿をインスタグラムで披露しており、そのセクシーさに驚く声も多く上がっているのです。さて、そんな鈴木奈々さんが2023年8月6日付の政教新聞の一面に登場し、そこで自身の信仰を公にしたことが大きな話題となりました。この新聞は創価学会の機関紙として広く知られており、その一面に登場するということは、鈴木奈々さんが学会内で重要な位置づけにあることを示していると言えるでしょう。鈴木奈々さん自身は10代の頃から信仰を続けてきたと語っており、母親から祈りは絶対に叶うという教えを受け、小学生の時から雑誌のモデルになると祈っていたそうです。その祈りが実り、彼女は見事に雑誌ポップティーンでデビューを果たしました。その後バラエティ番組に進出し、おバカキャラとして一躍有名になり、今ではその成功が彼女の努力と信仰の賜物であると多くの人が感じていることでしょう。さらに鈴木奈々さんは創価学会の VOD 番組奈々と綾菜のセキララずっともトークにも出演しています。この番組では鈴木奈々さんと加藤茶さんの妻綾菜さんがこれまでの友情と信仰について語り合っています。綾菜さんもまた創価学会の信者であり、二人の間には深い信仰の絆があることがわかります。しかしこの信仰告白が報じられると、ネット上では様々な反応が飛び交いました。例えば、道理で久本雅美と動作が似ているわという意見が見られるなど、鈴木奈々さんが久本雅美さんと似たキャラクターであることに納得する声も多かったようです。創価学会といえば、久本雅美さんがその広告塔として非常に有名です。久本さんは1984年に創価学会に加入して以来、熱心に活動を続けており、特に選挙活動において創価学会を母体とする公明党の支援に積極的に関わっています。久本さんの影響力は絶大であり、その信仰心が鈴木奈々さんにも大きな影響を与えていたことは容易に想像できます。実際、鈴木奈々さんが信仰を公にする決断をした背景には、久本雅美さんの影響も少なからずあったのではないかと考えられます。ではここで鈴木奈々さんの離婚についていくつかの要因を見ていきましょう。まず一つ目は、子供ができなかったことです。鈴木奈々さん夫婦は子供好きで知られていましたが、結婚当初事務所から子作り禁止令が出ていたといいます。その後彼女は妊活に取り組んだものの、7年間の結婚生活の中で子供を授かることはありませんでした。これが夫婦間のストレスや不安を増大させ、関係に影を落としたことは想像に難くありません。次に、
年収の違いです。鈴木奈々さんはテレビや雑誌で引っ張りだこの人気タレントであり、その忙しさも相まって高い収入を得ていました。しかし一方で元夫との年収の違いが夫婦間に摩擦を生む結果となった可能性があります。さらに鈴木奈々さんがテレビで元夫のプライベートを頻繁に話題にしていたことも離婚の一因と考えられます。テレビの前で語られるプライベートな話題が元夫にとっては不快であったかもしれません。特に元夫が鈴木奈々さんの一挙一動が世間にさらされることに対してプレッシャーを感じていた可能性は否定できません。そして鈴木奈々さんが両親と非常に仲が良かったことも夫婦の間に距離を生んだ要因の一つです。彼女は結婚後も毎日親の顔を見に行くと語っており、この親子関係が夫婦間での優先順位のズレを引き起こした可能性があります。親との関係が良好であることは素晴らしいことですが、結婚生活においては夫婦間のバランスが求められることもあります。また元夫が鈴木奈々さんを女性として見られないと感じることがあったとも言われています。これは夫婦関係において非常に深刻な問題となりえます。この感覚が生まれる背景には日常生活の中での様々な摩擦や期待のズレがあるでしょう。加えて茨城県から東京への通勤が片道1時間半かかることも夫婦関係に負の影響を与えた可能性があります。長時間の通勤は肉体的にも精神的にも負担が大きく、夫婦の時間を削る要因となります。特に共働きであれば帰宅後の時間が限られた中での交流が重要ですが、その時間が少ないと関係が疎遠になるリスクも高まります。そしてもう一つ重要な要因として挙げられるのが、鈴木奈々さんと元夫が寝室を別にしていたことです。 3,4 年も一緒に寝ていなかったという事実は夫婦の間に物理的な距離だけでなく感情的な距離も生んでしまったのではないでしょうか。寝室を分けることが必ずしも悪い結果を招くとは限りませんが、それが双方のコミュニケーションや親密さに影響を与えた可能性は高いです。これらの要因に加え、鈴木奈々さんが創価学会の信仰を強めたことも離婚の背景に深く関わっているのではないかという見方があります。特に芸能界で絶大な影響力を持つ久本雅美さんの存在が鈴木奈々さんにとって大きな影響を与えたのではないでしょうか。久本雅美さんは創価学会内で非常に高い評価を受けており、その信仰心の強さは鈴木奈々さんにも大きな影響を与えたはずです。鈴木奈々さんが久本さんのように信仰に熱心になることで夫婦間での価値観や生活の違いが一層際立ってしまった可能性もあります。その結果、鈴木奈々さんは夫との関係においてより一層の葛藤を抱えることになったかもしれません。ある芸能記者はこの状況について次のように語っています。確かに前向きで明るいキャラクターという点では鈴木奈々さんは久本雅美さんに似ている部分があります。鈴木さん本人としては信仰を正面から告白することでこれまで以上に学会員としての宣伝活動に従事できると考えたのでしょう。しかし一部には創価学会にアレルギーを持つ人たちもいます。そうした人たちは今回の鈴木さんの信仰告白を知って離れていくでしょうね。実際 SNS 上でも拒否感を示す投稿が相次いでいます。もちろん鈴木さん本人はそうした反応を織り込み済みで、それよりも自分らしさを優先したのだと思います。こうした見解が示すように、鈴木奈々さんは信仰告白を通じて自分自身の生き方をより明確にしたいという強い意志を持っていたのかもしれません。しかしその一方で、その選択が彼女の周囲や夫婦関係にどのような影響を与えるのかについても十分に理解していたことでしょう。さらに一般の人々からの反応も多岐にわたっています。周囲に創価学会の信者が多い環境にいますが、最近になって鈴木奈々さんの活動が耳に入るようになりました。ひた隠しにしていたのをやめたのは離婚後からですね。でも信仰のカミングアウトがニュースになるほどのことなのか少し疑問に思います。信仰は自由ですが、
何かを強要したり制限したりする時点で、それはもう自分の意思ではなくなると思います。信じている人は自分の意思でやっていると思っているかもしれませんが、結局は上にいる人たちの操り人形に過ぎないんじゃないでしょうか。信仰は自由だけど、わざわざカミングアウトする必要があったのでしょうか。黙っていればよかったのに、自分から業界から離れるきっかけを作ってしまうなんて、彼女のイメージが悪い方向に向かっているのが心配です。こうした意見からもわかるように、鈴木奈々さんの信仰告白に対する反応は一様ではありません。支持する声もあれば、鈴木奈々さんの選択に疑問を投げかける声もあります。特に芸能界という独特の世界においては、信仰の問題がどのように影響を及ぼすのか、非常にデリケートな問題であることがうかがえます。最後に、鈴木奈々さんが選んだ道が彼女にとってどのような結果をもたらすのか、まだ予測することは難しいでしょう。鈴木奈々さんのキャリアにとって吉と出るのか凶と出るのか、彼女自身が信仰を通じて得た強さや自信がどのように今後の人生に影響を与えるのか、私たちも見守り続けたいと思います。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。